皆様こんにちは、 JG です。4月23日作成分から JG 代理の音声はマリサさんから四国メタンに変わります。今回は赤ひれ導入前編を説明します。1、水入れ。水道水を5杯入れます。ろ過剤にボールをかぶせ衝撃を緩和させます。スポンジに水を吸わせて浮かないようにします。カルキ抜きを 10cc 量り投入します。バクテリア剤を 10cc 投入します。終了です。生体を購入へ行きます。生体購入。赤ひれはコーナー芝店で購入しました。なぜこの店で購入したのか、理由がいくつかあります。理由1、生体が安い。赤ひれ5匹で445円、ゴールデン赤ひれ5匹で594円。理由2、バスに乗れば10分ぐらいと生体へのストレスを最低限に抑えることができ、前回の小赤の場合ネット購入でしたが2日ほどかかりました。袋からボールへ移します。ボールはダイソーの金魚鉢です。エアを入れておきます。ボールを水槽につけます。温度合わせが終わったので飼育水をボウルに少し入れます。何度か繰り返します。問題がなければ網ですくい水槽へ移します。ボールの水はクソがあるので捨てます。赤ひれが導入されました。右から2番目のフィルターは泡が大きいので改造します。そのためセラミックストーンを一時的に置いておきます。問題点。1、ポンプがうるさいです。ポンプのボリュームを最小で49デシベル、騒音レベルは普通。ポンプのボリュームを最大で53デシベル、騒音レベルはうるさい。2フィルター XY2810 は次回改造します。酸ろ過ボーイの泡の量が多いので調整が必要です。以上になります。
最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。